は、先日発表されました、ソニーの新型プロジェクター2機種、VPL の、XW5000、並びに、同じく VPL の XW7000 の2機種を早速会議視聴室に、お借りしまして、取材をしております。今日は藤原せん陽介先生をお呼びしてじっくり視聴しております。よろしくお願いします。まずこの2機種のラインナップの概要について、はい、ご説明いただけますでしょうか。ソニーは去年あの VW シリーズの 4K プロジェクターで4機種発表しまして、ラインナップとして家庭用の 4K プロジェクター4機種あったんですが、それを今回のモデルチェンジで2機種にこう集約して、まあ、より強化するということらしいです。具体的に言うとですね、VPL の VW875、VPL の VW775、この2機種レーザー光源ですね、上位2機種があったんです。でそれと、ランプ光源の2機種、VPL の575、VW の275、はい、都合4機種がこの2機種に。そうですね、あの上位の875、775のレーザー光源モデルがこの7000番、この XW という型番になってますが、7000番に、切り替わって移行して、あのエントリーというかスタンダード機の575と275がこの5000番に、修練ということになりますね。でいずれも今回レーザー光源になって、 4K プロジェクターは全てレーザー光源モデルの2機種に集約されるという形で、そういうことになります。この2機種のプロジェクターの特徴について今から大きく3つに分けてご説明したいと思います。1つ目、パネルということで解説をお願いいたします。はい、ソニーはあの独自の反射型液晶といって SXRD パネル、 4K 仕様のパネルっていうのはもう10年使っていたんですが、いよいよそれが、このモデルで切り替わったということで、これは大きなトピックなんですけども、前は 0.74 インチ、今度は 0.61 インチの小さなパネルになってですね、で、まあ、小さなパネルにすると結構まあ性能的にまあコントラストとか開口率とか、まあ、画素が占めるこの比率っていうのがそういうの結構厳しいんですけども、その性能はほとんどとかソニーでは一緒と言ってますんで、前のパネルと一緒の性能を持たせながら小さくなったと。小さくなると何がいいことがあるんですか。これはね、パネルってまあ もうすごい重要なところなので、光を受け止めて電子映像にするんですけども、その光の入り口、いわゆるレンズがね小さくできるんですよね。そうするとレンズが小さくなるとですね、本体が小さくなるし軽くできるというな、すごい大きなあのメリットがあるんですね。そうすると値段もおのずと手頃になる。そうなりますし、まあ家庭用ですからね、できればやっぱ小さくて軽い方がいいっていう要望が強いから、うん、まあ、その辺のリクエストにもこのモデルは応えているということになると思います。2つ目の特徴、レーザー光源、そうですね、まあ、レーザー光源、まあ、もう上位モデルには使っていたんですが、いよいよ普及モデルにもレーザーということで、ソニーの 4K プロジェクターは全てレーザー光源になると。でレーザーの良さっていうのは、まあ、一つは、まあ、寿命がほぼほぼもうあのランプ交換の必要性がなくなるぐらい伸びると。で当然経時変化っていうのもなくなりますんで、途中でこう輝度が落ちてくるとか色バランスが変わるってこともほとんどないという、その信頼性が上がるということと、あとはまあ、映像に合わせて、レーザー光源をもうあのフレーム単位で強弱変えられますんで、シーンに応じて、明るくなったり暗くなったりっていうことをできるようになるので、もうその見た目のコントラスト感が有利になると。それがまあすごく大きなことなんですね。そのレーザー光源 Z フォスファーレーザーという名前で、両機種に採用されているということで、はい、で明るさについてもこの7000番が3200ルーメンで、この5000番については2000ルーメンという明るさ、これはもうレーザーのパワーによる違いだと思いますね。ちなみに前機種の775の場合は2000ルーメンだったので、この7000番で3200ということで、かなり大きく光質量が上がっているという形になります。そうですね、だいぶ明るくなってますね。
3つ目の特徴を、今から、解説していきたいと思います。3つ目の特徴、画質処理のエンジン。はい、エンジン。これが大きく変わったと。そうですね。ソニーはまあ伝統的にあのテレビで使った映像エンジンをプロジェクターでも使うという方針で設計してるんですが、今回はそのブラビアの最高峰の A1 アルティメットという、まあ厳密に言うと1世代前 の、 あの技術ということになるんですが、ハードウェアにしてはほとんど能力変わらないので、まあ、一番最先端の上位グレード の、 その映像エンジンが今回両モデルに入ったということになります。具体的に言うと X1 Ultimate 4 プロジェクターという名前で、うん、これなんでプロジェクター？そのハードを使って、まあ、当然チューニングが変わるので、あのプロジェクター用のチューニングに、ように、まあ、絵作りしているということだと思いますね。今まであの2機種に共通する特徴を、解説してきましたけれども、それたちはこの5000番と7000番、何がどう違うのかというところを解説していきたいと思います。はい、まずレンズがちょっとグレードの違いがあるということだと思います。まずあのこちらの5000番のレンズなんですが、あのズーム、レンズシフト、フォーカスと、そういった操作が手動の操作になります。具体的に言うと、この手前のこのリングがピントリングになりまして、ね、この奥のこのリングがズームの調整ということになります。それで、レンズシフトって言って、まあ、あの正面からちょっとずれるような設置になった時に重宝する機能なんですが、これをここの調整ダイヤルがある、ちょっと見づらいですかね、後であの撮ってもらおうと思いますが、ここにダイヤルがあって、ここの調整で映像上下左右にあの動かせるということになります。向かって右側に、上下が動くシフトダイヤル、向かって左側に、左右が動くシフトダイヤルで、シフトズームについては 1.6 倍ズームで、シフトの量ですね、で垂直方向で 71%で、水平横方向で、プラスマイナスの 25%、 さっきの75もプラスマイナス、71% ですね。はい、じゃあ上位機種のこの7000番はこちらは、これはね、あの先ほど言った、ピントズームシフト電動操作ということで、で電動になると何がいいかというと、特にピントなんかはスクリーン前で調整できますんで、ピントなんかやっぱスクリーン前直前であの合わせたいっていうあのことになるので、結構その辺の使い勝手はだいぶ良くなる。そうですね、特にあのヒートアップしてると少し微妙にずれたりする時があるん で、 ね、だから途中でちょっと変えたいとかね、すごい便利ですよね。そうですね、だその辺がまあ上位モデルの優位性ということになると思います。2つ目の違い、あの本体のサイズが違うということになります。ちょっと私の方から説明しますと、幅は一緒で、460ミリという形になります。高さが、XW5000 が、高さ20センチ、XW7000 が21センチ、1センチほど高いと。で、大きく違うのが奥行きになります。奥行きが、XW5000 が、472ミリと、まあ47センチと、7000が、517mm と、約52センチという形になります。この筐体サイズ違う理由はどういうことですか？そうですね、まあそれはまあレンズが違うのが、レンズとレーザーが違うっていうのが大きいと思います。レンズはやっぱりあの本体の大きさにすごく影響するので、その影響があると思います。それでまあソニーの場合はあとあの吸気と排気が気になるところですよね、設置的に。前吸気の後ろ排気というのは、まあ、基本的にこれまで通りで、そこは変更がないと。そこ一緒ですね。これは、JVC とかとはちょっと考え方が違うんですか？ JVC はね、後ろ吸気の前排気なんですよね。棚とかに置くときに、家庭用の場合、まあ、狭いところに置くところがあるので、その辺の、まあ、排気の後ろ側が空いてた方、吸気側は狭くてもいいので、排気は前に出した方が設置性が、まあ、いいだろうと。熱がこもらないようにしてると。そうですね。ソニーはじゃあ何で？ソニーは、こう、後ろから吸って、前から出すと、まあ、当然熱の高い空気が出てきますんで、それが映像に影響するっていうことで、あまりずっと嫌がってますよね。ハゲロみたいに見えちゃう。そう見える時があると。まあ、それぞれ一長一短ので
どっちがいいとは言えないんですけど、そうですね、違うって感じですかね。はい、XW7000 の方が 3D の映像に対応しているという形になります。うん、今回、まあ、ご存じテレビの世界ではほとんど 3D って今 ここ最近もう全然対応してないモデルが多いんですが、でプロジェクターはまあ一部要望があるので、まあ、残そうということで、7000番についてはスミッターは外付けになるんですが、まあ、機能としては持っているということで、別売りの外付けの、そうですね、メガネも Bluetooth の普通の汎用のものが使えるということになりますね。で5000に関してはそこの機能は割愛していると、もうなくなってます。あとは大きくあの、まあ、見た瞬間分かると思うんですけど、5000の方はあの本体の仕上げの色、これがホワイトカラーがあるというのが、そうですね、特徴かと思います。最近はね、あんまりその在庫管理とか大変なので、こう一色にまとめるというところが多いんですが、ソニーはまあ2色用意して、あのリビングのこう明るいところと専用ルーム、ちょっと暗いところでは黒っていう選択ができるようにしてます。まあ、そういう意味ではこの7000はもう専用ルームでしっかりコントラストが出るような本体のカラーリングにしようというような、思いますね。ソニーのプロジェクター VPL の XW5000、 こちらの白いモデルですね、それと XW7000、 先ほど紹介したプロジェクターなんですけれども、視聴を今視聴が今終わりました。まず全般的に今日どんな視聴だったのか、簡単に、まずソフトから、まあ、ハイビデは主に映画コンテンツを見るので、映画ソフトと、あとは NHK の 4K ドラマ、あとはHD コンテンツとして、映画1作品とコンサートもの1作品、それで大体そのプロジェクターの表現力を、はい、で今日はまずHD コンテンツとして、はい、今井美樹さんの、はい、そうですね、BS のデジタルが始まった頃に、NHK がまあ 4K2K の 2K の、ベースバンドの収録をして、ミューズじゃないね、デジタル放送としてオンエアした、まあ、結構非常に質も高くて、はい、まあ、チェック用として見ても結構ステージっていうのは、まあ、ハイライトが当たる部分と暗い部分との非常にコントラスト差が大きい絵柄が多いので結構難しいの でその辺の表現力を見るには、まあ、僕がよく使うコンテンツです。はい、そのコンテンツは1080インターレースと1080のプログレッシブ、それぞれの信号で、はい、そうですね、確認しました。まあ、オリジナルはBS デジタルの放送っていうのが、まあ、インターレースなので、それをまず確認してからプレイヤー側で、まあ、IP 変化をして1080の P で見るというふうな、両方ともそれぞれオリジナルコンテンツ、ね、はい、プロジェクター側でどう再現されるかというのを確認したというところです。で、2つ目が、ブルーレイディスクの君に読む物語、はい、これはもう35mm のフィルム収録で、BD の市販ソフトです。で、まあ、これもやっぱり結構いろんな、まあ、明るいシーン、暗いシーン、いろんな、まあ表示機器にとっては厳しいシーンもありますし、まあ、色の見どころとして、まあ、色の再現性だとか階調性だとか、そういったあたりを主に、注目しています。はい、で3つ目が、UHD ブルーレイソフトの、メッセージ、メッセージ、はい、これも HDR10 のコンテンツで、非常に画質的にもいいですし、まあ結構表現テレビにとってもプロジェクターにとっても難しいコンテンツになってます。で、まあ、一番難しいのは結構ローライトの全体に暗いシーンをじっくり、まあ、細かな階調なり、ローライトのディテールなりをこううまくギリギリ出すようなシーンが多いので、まあ、そういうところを中心にこのコンテンツは見てます。ちょっと難しい、非常に難しいです ですね、はい、で4つ目になるんですかね、ハウスオブグッチ、はい、これ新作ですね。これは僕正直今日初めて見たんですが、非常に面白い絵作りで、まあ、パッキッとした、これデジタル収録なんですよね。デジタル収録っていうふうに、うん、これ、リドニー・スコットの最新作で、うん、国内版、米国版、イギリス版、全てブルーレイなんですけど、うん、なぜかイタリア版だけ UHD ブルーレイが出てるということで、ちょっと早速これを
購入して、してあのテストをしてます。面白い、あの、まあ、新シーンでちょっと絵作りが違うなと思うところが多々あるんですけども、まあ非常にね、まあ僕の感じは、まあ、フィルム調の絵をデジタル収録の中でうまく出してるなっていうコンテンツで、最新のそうですね、はい、でそれとですね、 UHD ブルーレイ、あ、BS4K の放送でもう一つ、はいはい、これはハイブリッドローガンマのコンテンツになりますけれども、はい、8K 収録されて BS4K 放送された、うん、ドラマ、はい、浮世の画家、はいはい、これはですね、テレビテストで使ったそうです、ね、ディスクの中に、これは、まあ、渡辺謙の主役 の、 に入ってます、ね、のドラマで、まあ、非常に昔の日本家屋の中での会話とか、まあ、その冒頭シーンを主に見たんですが、これも、まあ、なんかハイライトの部分の再現性だとか、あるいは廊下の外の景色の再現性とか、あ、非常に見どころが多くて、しかも、まあ、表示機器にとってテレビとかプロジェクターにとって、まあ、結構厳しい、難しいですかね、うん、で、最後、ゴッドファーザー4K の、まあ、4K のリマスター版ですね。もうこれがもう見違えるような画質になって出てきて、あのハイビーの中でも一つ特集するぐらいの、まあ、ビッグタイトルなんですが、まあ、それを 4K のこれ HDR10 で、あの収録としてはドルビービジョンなんですけど、今日はプロジェクターなん で、 そうです、ね、HDR10 の再生との再生で、まあ、見たと。今日はパート1、パート1オリジナルですね、はい、その冒頭ですね、の冒頭シーンを見ました、はい、で再生機器としてはパナソニックの UHD ブルーレイプレイヤーの DP の UB9000、 こちらとスクリーンが今日は、はい、菊池のグレイスマット、ね、グレイスマット、あのこれはもう原因をあのプロジェクター、プロジェクターあのスクリーン側で持ってない非常に素直な特性のスクリーンで、まあ、スチュアートのスタジオテックっていう、まあ、定番のスクリーンも設置されているんですが、今日はまあ機器の性能を見るということで、非常にフラットな性能のスクリーンとの組み合わせで、画質を見たということになります。はい、スクリーンサイズは120インチの16対9ワイドになります。はい、今日の、機種のテスト、主に、3つのモードで確認していただきましたけれども、はい、そのモードの、解説をお願いいたします。はい、ソニーのプロジェクターは、まあ、テレビと同じようにあの HDR、SDR を問わずあの映像モードっていうのをそれで持っていて、それが、まあ、映画用だったりテレビ用だったりあるいはゲーム用だったり、まあ、そういったモードを7種類ぐらいあるんですよね、7、8種類あって、今日はその中の映画鑑賞用のフィルム、あ、シネマフィルム1、フィルムシネマ2、そしてリファレンスっていうのは、まあ、できるだけ素材の持ってるものを素直に出すというもので、まあモニタープロモニター、マスプロのモニター画帳をそのままプロジェクターとして表現したという、そういうモードなんですが、今日はその上の3つを主に確認しました。それで、まあ、これは7000番も5000番も全く同じ内容で、考え方は一緒だ。そうですね、フィルムシマ、今見た感じだとシネマフィルム1はレーザーパワーを最大限にとって、しかもそこでシーンによって明るさをコントロールっていうするというダイナミックコントロールをマックスですよね。シネマフィルム1はマックス、ね、フィルム1はね、はい、でマックスで、あの HDR エンハンサーも、これはまあコントラストをつけるような信号処理なんですけど、それも中が入ると、これはキリと弱、中、強があるんですけど、ここでは中を使ってますね。でシネマフィルム2というのは、そこから明るさをちょっと抑えて HDR エンハンサー、まあ、信号処理のメリハリをつける処理ももう少し抑えて、レーザーパワーの芯によって明るさを変えていくっていう範囲もちょっと控えめになるという、まあ、どっちかちょっとおとなしい絵作りになっていると、フィルム1に比べるとですね。で、はい、リファレンスっていうのはもうその辺のレーザーのダイナミックコントロールもオフで、レーザーパワーはマックス100なんですけど80で使って、HDR エンハンサーもオフという、
非常にまあ補正をできるだけしないような素直なチューニングということになります。はい、ちょっと補足するとですね、まずソニーは画質モードのことをピクチャープリセットって言ってまして、 HDR でも SDR でも、うん、同じモードが使えると。その中で今回はシネマフィルム1とシネマフィルム2リファレンス、この3つを中心に見たと。うん、はい、でモードの違いは先ほどご説明いただいた通りで、特に明るさに関係するところ、シネマブラックプロという項目の中にあるレーザーライト設定、これが、それぞれデフォルトで先ほど藤原先生がおっしゃられたような項目になっていると。で、ダイナミックレンジエンハンサー、ダイナミックレンジをこう広げるかどうかっていう、これは信号処理の方ですね。明るさ、レーザーではなくて信号処理の方で、これもシネマフィルム1、シネマフィルム2、リファレンスでそれぞれ違う、デフォルト設定違う、ね、これ2でも変えられると。そうですね。ただそこはあまりいじらずに今日は。今日はそのモードのまま確認してると。そうですね。で、あと少しいじったところで言うと、モーションフロー、動き補正に関わるところですよね。うん、これに関してはデフォルトがトゥルーシネマ 24p のコンテンツを映画らしく、映すという説明がある項目なんですけど、細かい信号処理はちょっと公になってないので何とも言えないんですが、まあそのオリジナルに近いような動きを再現しますというモードですね。絵柄を検出して24のコンテンツの時には24にするというモードのはずなんですけど、で均等倍出すっていうのは、ね、ちょっと少し気になるような動きもあって、特に 60p 収録とかそういうコンテンツが来た時にはこれを選ぶとちょっと誤動作をするようなところもあるので、ね、今回はもうキリでやりました。はい、モードの調整としては以上な感じですね。そうですね、はいはい、あとはそのままモードを切り替えて、まあ、確認したということですね。要は基本のプロジェクターの画質モードを、まあ、3つ代表的なものを選びつつ、はい、プロジェクターが持つそのもの のポテンシャルを今日は試したというところですね。うん、画質の傾向はさっきちょっとお話した通りなの で、まあ、最初の今日主張なのでそのプロジェクターの持ってる力を見るということで、まあ、補正はあまりかからない状態で見ようということでリファレンスを主に、まあ、各コンテストも時間をかけて確認しています。補足するとシネマフィルム1、シネマフィルム2、リファレンスそれぞれのコンテンツで一応確認しつつ、あ、やっぱりリファレンスで見るのがいいだろうなというところで判断して、まあ、これから時間かけていくとね、ここからなんかいじりたいとか出てくるんですが、まあ、今日は初めてなので、その素性を見るということでリファレンスで。で、その他の、まあ、明るさですとか色の濃さ、色合い、色温度、シャープネス等々の設定に関しては、プロジェクターのデフォルトの初期値を、はい、そうですね、そこで特に不具合はあまり感じられませんでした、ね。うん、はい、そうですね、はい、まあ、これで使ってあまり、まあ、プロジェクターいじる画質をいじりたいという方もいるんですけども、まあ、これで見ても十分楽しめるそのレベルになっていたということ、あまり不自然なところはなかったですね。そうですね、はい、XW の5000、こちらのパフォーマンスはいかがでしたか。うん、はい、まあご覧のようにちょっと比べるとレンズもちょっと小さいですし、レーザーパワーも3200ルーメンに対して2000ルーメンと、まあ、だいぶその辺のパワー的にはだいぶ差があるんですけども、今日見させた感じは前の、まあ、流れのランプ光源を使った、575とか275に比べるとやっぱ見た目のコントラスト感とか色の色彩の表現とかその辺はやっぱりレーザーの強みっていうのをしっかり感じさせてる仕上がりで、あとはパネルがまあ小さくなってどうなのかなっていうのも気になったんですが、まあ、ソニーに言うと開口率もコントラスト比もパネルとしての実力は前の大きな一回り大きなものと変わらないと、うん、と言って、まあ、どうかなと。その辺見ても、まあ、この辺はパネルとその信号処理との合わせ技になるので、パネルだけの実力じゃないと思うんですけども、見た目のコントラスト感とかは前よりもちょっと余裕がある感じはしましたね。うん、なかなかこう出来のいい感じ、うん、そうですね。で、まあ、レンズがね、実は言うとこれ HW60 というフル HD のプロジェクターのベースのレンズなんですね。で、それをベースに 4K 用として
チューンしたっていうか、まあ、リファインした、リファインし、まあ、設計し直したレンズで、まあ、その辺がどうなのかなと思ったけど、でも、あの、一見、要するにこういう、まあ、レンズの実力を見るのはなかなか難しいんですけども、このレンズはどっちかっていうと、画面全面、今日は120インチ使ってますが、全面でほどほどの均一なフォーカス感を出すような特性で、中にはもう中心と外側ですごい差があるようなレンズもあるんですけども、これは非常にその辺のバランスが良くて、明るさもホワイトバランスも、その見た目の解像感も、まあ、画面全面でいい仕上がりになってたなという感じがしますね。4K らしいあの精細感みたいなのどうでした？うん、まあフォーカスがねそんなにガチガチでくるようなタイプじゃないので、うん、どうだ 4K かみたいな感じじゃないんだけど、まあタッチとしては非常に繊細で滑らかで、まあどっちかというと黒男好みするような仕上がりだなっていう感じがしますね。まあネイティブ 4K の良さっては十分感じられる仕上がりだと思います。じゃあ結論的に言うと、うん、この製品はどうですか？今日120で見てますけど、うん、僕だったらやっぱ100インチ以下100とか85とかまあそのくらいで見るならもうちょいフォーカスにきますし、うん、それでベストマッチかなっていう感じがちょっとしましたね。専門のこうホームシアターで見るよりは、うん、割と少し明るさ残して、うん、まあこのホワイトモデルっていうのもあるから、そうですね、少しリビングシアター的な感じの方がいいんですか ね。だからまあこのまあ日本人ねダイヤメン好きでどうしてもこういうのをプロジェクター入れるとなるとちょっとでも大きなサイズと思うんですけども、そこはちょっとあんまり無理せずに、まあ、100インチとか、まあ、90インチぐらいでちょっとそのクオリティをとのバランスを考えて仕上げるっていうのが、まあ、特にこのプロジェクターはその辺が、うん、いいし落としどころとしてはいいと思いますね。上位機種の XW5000、うん、この上の、うん、こちらのモデルになりますね。こちらのパフォーマンスいかがでしたか？うん、これ、まあ、まずレンズがだいぶ見ての通り 70mm 系の大型のレンズを使っていて、でズームも下が 1.6 倍ですけど上は 2.18 倍ってかなりズーム余裕があって、あとレンズシフトのそのシフト量も、ね、うん、だいぶ余裕があるので、まあこういう設置性だとかそういったところではだいぶ自由度があると。まあできればセンターに近いところで使いたいんですけども、このレンズはまあ多少左右振ってもまあ結構余裕があるかなという感じがいたします。とにかくね、まあレーザーパワーがやっぱだいぶ違うから、うん、まあ同じスクリーンで見るともう圧倒的に明るさが違いますよね。うん、それでそれに合わせてだと思うんですけども、色のりとかそういった部分も特にリファレンス以外のモードだとだいぶまあ色に合わせて濃さ色の乗せ方もしっかり乗せるというような絵作りをしてるなというふうに思いますね。特に具体的なコンテンツで何かこう印象に残ったものがあれば、ハウス・オブ・グッチみたいなパキッとした、まあ、絵の対しては本当にネイティブ 4K の良さっていうか、やっぱレンズのフォーカス感も下の5000番に比べるとやっぱちょっときてますし、細部の再現性とか、まあ、色のなんかリッチとか豊かさですね、そういった部分ではやっぱり上位機種の優位性があるなという感じがしましたね。ただこのくらいのサイズだとこのくらい、まあ、120インチですけどちょっと持て余してる感は、うん、もうちょっと大きくてもいいかなっていう感じしましたね。画面サイズ、明るさにしても、うん、色の乗せ方にしてもちょっと窮屈、できればやっぱ130、40ぐらいで、使ってみた方がきっとバランスは取れるんじゃないかなっていう感じがちょっとしましたね。ハイライトの出し方とか、あるいは、まあ、黒替えの会長の出し方とか、そういったのことをこう見ると、もうちょっと大きなサイズで、こう想定して作ってるのかなという印象を受けました。まあ、細かくは、事業の配備を、うん、配備で藤原先生の原稿をお見せいただければと思います。うん、今日は、2機種、ソニーの新型のプロジェクター、VPL の XW5000 と7000、2機種、
見ました。まあこれはまあちょっとグレードが違う、100万円ぐらい違うんですよね、差がね、差がね、はい、あ、仕上がりとしてはね、あの思いの方が良かったのがこの5000番、スペックだけ見るとちょっとどうかなっていうちょっとところもあったんですけど、スペックは随分違いますもんね。そう、違うからね、うん、ただ見るとその製品とのバランス、全体の仕上がり あのバランスが非常に良くて、家庭用プロジェクターとしてはまあ値段と内容と非常にいいところで仕上がってるなと思ったので、あのぜひこの気になる方は5000番あの個人的にはおすすめ。まあ、この価格帯ですと他社も結構注目モデル出てますもんね、うん、そうですね、まあテレビも大きくなって安いもの出てますけど、やっぱりこの90インチ100インチというのはプロジェクターならの世界なので、ぜひそういったものもテレビとはちょっと違う、見え方も当然違いますから、その大画面の楽しみっていうのをぜひあの体験してほしいなというふうに、思います。はい、ということで今日は、ソニーの新型プロジェクター、VPL の XW5000 と XW7000、2機種の紹介させていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。